はい、今回は、センター試験2021年の5番の1番の問題を説明します。アルファグルコース 0.100 モルを20度C の水1リットルに加えて溶かし、20度C に保ったままアルファグルコースの物質量の時間変化を調べてと。表に示すようにアルファグルコースの物質量は減少し、10時間後には平衡に達したと。この領域を A とすると。1番、平衡に達した時のベータグルコースの物質量は何モルか。まあ、こう表なんですけどね、これが 0.5 時間、1.5 時間、10時間後、最初アルファグルコースの量が 0.1。で、どんどん減っていって、最終的に 0.032 になると。で、これは大体こういうグラフを書いたんです。横軸が時間で、で、縦軸が、このアルファグルコースの量が、ね、どんどん減っていくと。で、ここは 0.032 ということですね。で、これアルファグルコースが 0.032 やけど、グルコースね、ここ、グルコースこう書いたら、ね、この、下に、こう下ってここが、そこ、こう書いたらね、これ手前に出てると。OH で、こう、OH、OH、OH で、CH と OH が、これが、アルファグルコースで、で、これと平行になる。だから、ここはアルデヒド比、環状じゃないやつもあるんですけど、それはもう量が少ないとして、で、無視してると。ね。で、このベータグルコースに、変わると。ベータグルコースは、これ上側、下側、で、上、下やな。下で、で、ここ CH と OH に変わると。で、最初 0.1 モルなんだけど、平行に出したら、アルファグルコースがこれが 0.032 になるとな、これ 0.31 やけど、これ最初0やけど、0.032 になったということは、これ 0.068 できてるよね。なこの、アルデヒド型をちょっと無視してますね。だから何モル書いたら 0.068 やな。次、2番、水溶液中のベータグルコースの物質量が平衡に達した時の物質量の 50% であったと。アルファグルコースを超えた何時間後かと。ベータグルコースの物質量が平衡に達した時の物質量の、50% ということは、これ 0.034 になった時だな。0.034 ということは、これが 0.066。アルファグルコースが 0.066 やな。0.066 というのはね、ちょっと分かりにくいですけど、これね、こう、ちょっとこのグラフ、きれいにかならないけど、これ 0.066 と、ね。こう見たらね、ここは、ね、きっちりやる1時間後になるんです。ね、だからこれは、ね、答えは、1時間後と。で、3番、溶液にさらにベータグルコース0.1ボルを加えて溶かして20度 C で、10時間放置したところ、新たな平衡に達したと。この時の、ベータグルコースの量はどんなかと。これもね、ここ、最初 0.2 個やると一緒やな。0.2 個は 0.2 で、これ平衡に達したらね、この割合は一緒なんですね。割合は一緒。最終的にはね、0.2 と、アルファグルコースと、ベータグルコースがあって、最初ね、最初は 0.2y と0と、ね。で、平行時はどうなるかと。平行時は、どうなるかということやねんけど、割合は一緒やからね、これは、0.068 できてるので、ここは、0.068 の2倍できてますよ、ね。こっち側は 0.032 の2倍できてるな。これは 0.136 モルできているということになります。0.136 とか。はい、終わります。